こんにちは、川島です。7月中旬に初の一時帰国をしてきました。期間は16日間、前半が関東、後半は関西で過ごしました。普段はあまり食べませんが、なんとなく空港でフォーをいただきました。この9ヶ月間でベトナム愛が着々と育ってます。日本に着いて一番に向かった先は大好きな元職場、エステティックサロンキャロリーヌです。関東に滞在中は外面内面精神面を整える目的で集中的に通い、全身のリンパ管リンパ節を入念にほぐし、しっかりとデトックスしてきました。キャロリーヌにはフェイシャルとボディ合わせて55種類以上のメニューがあるので、その日の私の肌と体に一番合ったメニューを設定していただき、お手入れをしてもらいました。
初めての一時帰国はあっという間に終わってしまいましたが、一瞬一瞬が全て楽しかったです。会ってくださった方々、お時間を作ってくださり本当に感謝しております。来年の一時帰国も楽しみです。ではまた。